はい、こんにちは。スーパーエレメントサモンを弾く動画なんですけれども、その前に雑談を。運命サモン。私、クランパスは一軍で使っています。もう今や時代遅れなんはわかってるんですけれど、戦争防衛でキルハイヤを置くことがあります。アリスやマッドハッターもいいなぁと思っています。ワンダも、超速で2ターンなんですけれども、この状態異常を受けないってのがいいなぁと。あと私普段、レピオタを使ってて、いまいち使いづらいんですけれども、面白くて好きです。いつかコスチュームをいただいた時のために、嵐を育てておくっていうのがありかなーや、アコネンが気になっています。はい、それからクロディス。マナスピード普通のブースト回復。攻撃力アップとクリティカルアップ。この2024年レジェンドファミリーってタイタンに使えるなーと思う子が多い印象です。かなり底上げをしてくれますよね。私は手持ちでは、黄色が一番寂しいんで、この属性バトルのコインは集めておいて、黄色の時に引くことにしています。スラガス。これまたえぐいですね。マナスピード普通で、ライフを回復する。スライミーダンスを踊る。45% の確率で回避して、回避したら相手に1600ダメージ。カウンターよりもえぐいですよね。相手チームにスラガスがいたら、もう紫単色でとりあえずスラガス倒す他ないんじゃないかなと。45% はかなり高い確率なんで、スラガスにスキル発動された後、もうスキル使うこと封じられたと思って過言じゃないですよね。マナスピード普通で4ターン。4ターン長いですよ。はい、というわけで、まずは、27回引きます。最大で27回引きます。スラガスおいで。3回。4回。よし。クロリス来てくれたわ。というわけで、とりあえずあと6回。クロリスはアセンド4まで育てます。
と2回、ラスト、はい、ここでやめときます。あと10回行く？クロリス2体あってもしゃあないんだけどな。ホーリー初めてや。このコスチューム側はもらえないんですよね。パイヤーも初めてやな。それでは最後、はい、あと6回、石が弱い。ほんまにこれが最後。はい、では運命サモンで、アコログ黄色素材たくさんもらったんで、アコログもいいけどな、アコログにしましょうか。どっちもレンジャーか。はい、スラガスはデズでした。ではでは、まあクロリス出てくれたんで満足ではあるんですけどね。ではでは。